高松琴平電気鉄道950系電車は、高松琴平電気鉄道に在籍した、通勤系電車である。高松琴平電気鉄道950系950高松琴平電気鉄道950系960元、日本国有鉄道をは31系客車で、1927年、川崎造船所もしくは1928年、新潟鉄工所製。 1966年に車体を心臓の上で入籍した。制御客車の950.960の2行が在籍していたが、1984年、1997年に廃車になった。車両の不足及び木造車両の淘汰を行うため、1964年に国鉄から厚生客車のオフ3137.299を購入した。当初、 普通生産工場で、車体はそのままで、列キ部分を運転室に改造し、客室部に、客用扉を2カ所新設する予定だった。しかし、同じ頃に入線した阪神電鉄881、系、50系及び、玉野市も、800系の改造、整備が優先されたため、こちらの改造は一旦中止となった。 阪神車と玉の車の整備が一段落した1966年に工事を再開したが内容は全面的に見直され大枠のみを流用し車体は申請することになったこの結果同年7月に137が9508月に299が960として竣工した改造後の車体は窓配置が C3D2D7D1.1 室内は ロングシートである。屋根は雨どいがなく、扉上部に水切りが取り付けられたのみである。ベンチレータは当時のことで更新車に多かった独特の筒型となっている。しかし、大枠の改造は行わなかった。近代的な外観とは裏腹に巨幅大枠という組み合わせとなった。また、車体両端の急デッキ部分の車体幅が絞られ、 つまは三つ折りつまでアンチクライマー付きとなり、この点が車両の出自をに覆わせた。ことひら線に配置されたが、固定編成は組まず、主に20型と編成を組んだ。1983年2013型が入線すると、950は1017と固定編成となった。当初1017との間は貫通フォロがなかったが、後に取り付けられた。 1100型が入選した1997年7月に廃車になった。一方、960は1984年2070型が入選したことに伴い廃車になった。ありがとうございます。